僕の一番の強みっていうのが目標達成に向けてがむしゃらに努力をすると。余裕の合格です。めっちゃ採用したい人の回答なんですよね。直すところを探そうと思ったんですけど、もう内定だなってなりました。どうもしゅんです。こんにちは。今回は合格者の面接公開シリーズということで、実際にサイバーエージェントに内定された藤田さんにお越しいただいて、岡本さんの面接を受けていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。自己紹介からお願いしてもいいでしょうか。はい、立命館大学経営学部4年生の藤田俊吾と申します。僕の過去のところから少しお話しさせていただければなと思うんですけれども、小さい頃からスポーツが大好きということで、小中学校で主にサッカーをしてたんですけれども、高校に入るタイミングで、とある理由をきっかけに陸上ホッケーという少しマイナーなスポーツに、のめり込むことになりまして、で、大学生になっても未練たらたらで、大学生の高校生のコーチとして活動していたというような形です。っていうのと、大学でのもう一つの、人生の大きなターニングポイントの経験っていうのが、やっぱりその留学かなというふうに思っておりまして、そちらの留学でのちょっと面白いエピソード一つだけちょっと共有させていただきたいんですけれども、80歳のアメリカ人のおじいちゃんと友人になって2人で旅行に行くぐらいまでの仲になったっていうのが僕の中での一番の自慢となっております。はい、本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは先ほど自己紹介のところから少し聞ければと思ったんですけれども、高校入るタイミングでそのとある理由があってサッカーから陸上ホッケーに変えたっていうことだったんですけれども、そのとある理由という部分もしよければ教えてもらってもいいですか。はい、ありがとうございます。高校に入ってからはちょっと勉強に専念しようかなと、立命館高校なんですけど思ってたんですけれども、友人に誘われて陸上ホッケーの体験に行ってみたときに、今まで見たことないスポーツで、こんな面白いスポーツあるんかということで、一目惚れして、その体験の時にそのまま入部して、3年間没頭したというような形です。かしこまりました。ありがとうございます。それではですね、学生時代のこととかもう少し聞ければと思うんですけれども、大学時代にこう一番力を入れて取り組んだこととかあれば教えてもらってもいいですか。はい、学生時代に一番力を入れたこととしては、人材ベンチャーでの長期インターンシップで、チーム全体の商談ポイント件数を1ヶ月で40件から63件まで引き伸ばしたことかなというふうに思ってます。かしこまりました。ありがとうございます。長期インターンシップどれぐらいやられてたんですか。はい、長期インターンシップだいたい半年ほどさせていただいてました。かしこまりました。その40件の月間アポをこう63件まで伸ばす、1.5 倍以上に伸ばすというのはとても素晴らしい成果だなと思うんですけども、何がその成果につながった要因だと思いますか。はい、もともと目標が60件だったということに対して、40件しかチームさんで取れていなかったというのがあったんですけれども、なんでこんな取れないんだろうなって考えたときに、大きな原因2つあるなと思ってて、それがそのターゲティングがしっかりできてないんじゃないかなということと、もう一つが、テレアポの中での個人のトークが、俗人化してしまってたっていうところだというふうに思ってました。でもうちょっとお話しさせていただきますと、1個目のターゲティングっていうところに関しては、過去にアポイントにつながった企業っていうのを、実際に分析したときに、業界ごとでパーセンテージが全然違ったりとか、あとはその企業の規模感っていうところでも結構アポ率が異なってきてたので、アポ率が高かった業界と規模に絞って、テレアポを行ったっていうところと、もう一つの、個人のトークが俗人化してたってところに関しては、スクリプトがもともとあったのはあったんですけれども、お客様によってその何て言うんですかね、お断りいただく際の返答が全然違うってことに気づきまして、その違う返答に、それぞれのメンバーが対応できてなかったので、アポ率が低かったんじゃないかなという仮説のもと、実際にアポをつながった時のトークっていうのをスクリプトに落としていって、でアポ率が上がったっていうような形です。かしこまりました。ありがとうございます。ありがとうございます。そういったこのターゲティングを改善したりだとか、トークスクリプトをそのお客さんの断りトークに対してのアウトを統一していくみたいな、こう変化させていくにあたってのチームの中での藤田さんの役割、どういった役割だったんですか。
はい、ありがとうございます。そこに関しては、ちょっと正式にはリーダーとかそういったものは決まってなかったんですけれども、一番時間的にもコミットできていたのが僕だったということで、朝とかも僕中心にそういった施策は進めさせていただいていたかなというふうに思っています。かしこまりました。ありがとうございます。では、続いてなんですけれども、自己 PR お願いしてもいいでしょうか。はい、僕の一番の強みっていうのが、目標達成に向けて、がむしゃらに努力をするというところかなというふうに思っておりまして、これなぜかと言いますと、僕自身すでにお気づきかもしれないんですけれども、あまりその頭の良いタイプではないというのがありまして、だからこそ、今まで、高校受験もそうですし、部活動もそうですし、人一倍この努力するっていうところは、非常にコミットしてきたかなというふうに思ってます。で、少しちょっとエピソードをお話しさせていただくと、大学での留学の経験っていうのを先ほどお話しさせていただいたと思うんですけれども、はい、その留学に行く前っていうのが、英語力ほぼゼロで、とにかく545点とかで、だったので、留学に行っても、案の定全く話せないというような形で、結構挫折してたんですけれども、そこにさらにとどめの一撃ということで、自信のあった文法のテストでもクラスで最下位を取ってしまうということで、本当にトイレに行って泣いてしまうほど、その悔しい思いをしたっていうのがあったんですけれども、でもだからこそ、親に高いお金を払っていただいて、留学に来させてもらってるということなので、このままで終われないっていう気持ちを強く持ってて、そこから帰国後に TOEIC 900点を取るっていうのを目標に定めて、実際に行った施策としては、毎日平日4時間の勉強っていうのを半年間1日も欠かさずに行いました。で、その努力が実って、無事に帰国後には、935点ですかね、を取れたっていうのと、実際に海外の方とも、スムーズにお話ができるようになったっていうところで、自信につながったかなというふうには思っています。かしこまりました。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは続いて就職活動について伺えればと思うんですけれども、はい、就職活動の軸とかあれば教えてもらってもいいですか。はい、将来のビジョンみたいなところは後ほどご共有させていただきたいんですけれども、就活軸3つ大きくありまして、はい、1つ目が、新規事業に積極的であるかどうか、はい、で、2つ目が、若手に任せる文化があるか、はい、そして3つ目が、人っていうところで、社員の方の熱量とチームワークっていうところに焦点を当てて就職活動してました。かしこまりました。それぞれどういった理由でその3つを選んだのか、少しもうちょっと教えてもらってもいいですか。はい、かしこまりました。この3つの軸っていうのが、全て自分自身のビジョンから落ちてきているものなんですけれども、社員のビジョンっていうのが、父親を超える経営者になるっていうところで掲げておりまして、なので、20代のうちに自分で事業を起こして、スケールさせる経験したいなっていう思いがあったので、そのためにはやっぱ新規事業をたくさん立ち上げている会社に行った方が自分自身にチャンスが回ってきやすいっていうところと、あとはその若手からマネージャー、2年目、3年目からマネージャーとかしている方がおられたりとかっていうのが、栽培エージェントだったので、はい、そういったところも理由の一つって感じですかね。はい。あ、すみません、あれですね、志望理由になっちゃってましたね、今。そうですね。すみません。でも成長環境っていう意味での軸が、最初の2つっていう形になってます。はい。で、3つ目の、人みたいなところなんですけれども、こちらの社員の方の熱量とチームワークを大事にしている理由っていうのが、熱量に関しては、もう完全に父の影響でして、はい、父が本当に熱量あふれる人間というところから、結構自分自身も、そういったポジションで、何のコミュニティにも属してきたっていうのがあるので、この他の熱意のある方々と切磋琢磨し合える環境っていうのがやっぱり必要かなというふうに思ってたっていうところと、あとは単純に自分自身がチームか個人、どっちで成果を出すかっていうときになったときに、チームで成果を出したときの方が、やりがいを感じるっていうのがあったので、こちらの2つも就職活動軸にしてました。かしこまりました。ありがとうございます。ありがとうございます。もう少しここの部分伺えればと思うんですけれども、そのお父さんを超えるような経営者になりたいということだったんですけれども、どういう状態になったら自分は父親を超えたなって思うと思いますか。はい、ありがとうございます。そこに関してはその定量的な部分と定性的な部分あるとは思うんですけれども、まずはやっぱりその父の会社の売上を超えるような会社を作るっていうところは一つあるかなというふうに思ってますし、定性的な部分でいくと、父の会社の一番の枠がいいなと思っている部分が、やっぱりその理念浸透している
ていうところでして、まあ、店舗ビジネスなんですけど、どこの店舗に行っても本当に全員、全スタッフが笑顔で接客ハキハキされてるっていうのがあって、まあ、そういった、会社の、まあ、理念が経営者の理念が浸透しているような会社っていうのを作れたら、父親を超えた経営者になれてるんじゃないかなというふうに思ってます。うん、かしこまりました。ありがとうございます。ちなみにその経営者としてそのあれなんですかね、お父さんが立ち上げた会社なんですかね。はい、そうです。実際父親を見ていて何がそこまで、会社を伸ばせたポイントだと思いますか。はい、まあ、一言で言うとやっぱ人間力っていうところかなというふうに思ってるんですけど、ちょっと具体的なところでいくと、まあ、3つぐらいありまして、1個目がまあポジティブなところ、うんうんうん、2個目がまあ謙虚なところ、そして3つ目がまあ懐の深さっていうところかなというふうに思ってます。うんうん、これでもうちょっとお話しさせていただいていい感じですか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。そのポジティブみたいなところで、あの僕の家庭は小さい頃からなんかそのしんどいとか疲れたっていう言葉を発するのがずっと NG なあの家庭でして、まあ、本当にそれ父をそれが徹底していたので、まあ、コロナの影響で売り上げ落ちて、あの頭にハゲを作るぐらいのストレスを抱えているとは思うんですけど、それでも絶対に家では弱音を吐かないっていうのが、まあ、父なので、うんうん、そういったところがやっぱり人がついてくるところの、 あの一番の要素なのかなっていうふうに思っています。うん、かしこまりました。ありがとうございます。ありがとうございます。では、実際、将来的にはご自身で起業したいっていうふうなことだと思うんですけれども、はい、じゃその直前のこうサイバーエージェント、弊社で卒業する前の段階ではどういうふうな仕事をしていたいなと思いますか。ああ、そうですね。じゃそこに関しては、なんか自分で起業するか、あのサイバーエージェントで会社を作るかっていうのは、まだ明確ではないところでして、うんうん、むしろそれはまあどちらでもいいかなというふうに思ってるんですけれども、うんうん、正直、今の段階で自分がどんな事業をしたいかって、あまりちょっと頭の中に思い描けてない部分があるので、まずはこの目の前のことにコミットして、スキルを身につけて、で、やりたいことが決まったときに、それがサイバーの中でできるんだったら、サイバーの中でしたらいいと思いますし、できないんだったら自分自身に起業するっていう、あの、そういう選択肢になってくるのかなと思ってます。うんうん、なので、まあ、サイバーに身につけたい能力としては、まあ、やっぱりその自分自身で事業を実際に作ってみるっていう経験を、まあ、20代のうちにしたいと思っているので、まあ、事業作りの力っていうのが、やっぱ身につけたい能力です。うん、かしこまりました。ありがとうございます。では、質問は、以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、岡本さん忖度なく今の藤田さんの面接、はい、岡本さんが面接官だったら通すか通さないか、まあ、二次面接ぐらいですね、二次面接ぐらいを通すか通さないか、はい、最終手前ぐらいを通すか通さないか、はい、判断の方をお願いします。はい、結果余裕の合格です。すごい、おめでとうございます。おめでとうございます。理由なんですけれども、まあ、正直落とすポイントほとんどないなって思いました。まず良かったポイント、基本的な出してる雰囲気として非常にこう柔らかい雰囲気かつ等身大であるっていうところがすごく伝わってきて良かったんですけれども、具体的にすごく良かった部分としては自己 PR のところで使ってくれた言葉で、話してて分かると思うんですけど、頭があまりいいタイプじゃないのでみたいなことをすって出せるところとかってなかなかできないことなんだなというふうに思っていて、やっぱりこう面接とか就活の場ってちょっと背伸びした自分を見せたくなるものだなっていうふうに思うんですけれども、あえて自分を下げる伝え方をフラットにできるっていうのは才能だなって思うぐらいすごく良かったですね。それ以外の部分とかでもうまくいかなかった留学の話で自信のあった文法のテストでも最下位取ってしまった時にトイレに行って泣いてしまうほど悔しかったとか、そういう経験があっても伝えられない人も多いですし、あとこれで良かったのはそれぐらい真剣に英語と向き合ってたんだなっていうのも伝わってくるんですよ。すごくまっすぐな人柄っていうのもこの一言に詰まっていて、うまくいかなかった、そこから努力してここまでいい成績取れるようになりましたみたいな話多分みんな出せて、その中に藤田さんの人柄の良さっていうのが滲み出るような言葉っていうのがこう随所に散りばめられて、かつそれがですね、おそらく、まあ、計算なのかもしれないんですけどすごく自然でもういい入ってくるんですよね、耳に思いました。スーッと入ってくるんで、めちゃくちゃいいやつなんだな。うーん、いやー、めちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。
しかもこう今までやってきたこととかも大学もすごくいい大学に行かれてますし、まあ立命館高校とかすごく頭のいい高校だと思いますし、トイックのスコアも930っていうのも非常にすごいスコアだと思うんですけれども、そういうのを鼻にかける雰囲気っていうのは一切なくて、自分なんてまだまだなんでもう努力で結果につなげていきますっていうその泥臭さも持ってるっていうのはなかなかいないダイヤモンドの原石で、今できる人よりもこれから磨いて輝いてまっすぐ育っていく人の方が新卒採用にて非常に魅力的ですし、でそういう部分がですね将来のところでもすごく伝わってくる回答でめちゃくちゃ良かったのが、最後 の質問で独立する前ってサイバーでどういう風なことをやってたいですかみたいな質問したと思うんですね。そこでの回答も、自分はまだ経験がないしどういう授業やったらいいかもわからない、わからないからまずは目の前のことを全力でやって成長していきながら結果を出しながらできることからやっていきたいみたいな、多分そういう話をしてくれたと思うんですよ。これもめっちゃ採用したい人の回答なんですよね。なんか逆にこれやりたいんだっていうふうに言われると、そこに行けなかったらディスパッチになっちゃうんじゃないかなとかの懸念になっちゃう、採用側としては。そうではなくて、どの場所をアサインしたとしてもそこで前を向いて大きい目標、お父さん超えるって目標に向かって辛いことがあっても歯食いしばって頑張ってくれる人なんだろうなっていう、そういう柔軟性とかが一個の質問とかでうまくやることはできるんですけど、全体通して歪む瞬間が一つもなかったんですね。なんで根元からいい人なんだな、頭もいいし行動もしっかりできる、そうそうそう完璧な人材だみたいな、そういう印象をよく受けましたね。じゃあもう直すところも特にないって感じですか？直すところを探そうと思ったんですけど、もう内定だなってなりました。ちなみに今回の面接で藤田さんがいい人であることが伝わったっていうふうにおっしゃったと思うんですけど、面接でいい人に見せるためになんかできることとかってありますかね？藤田さんって結構根っからのいいやつが出てるなって感じなんですけど、それをこう意図的に出そうとすると逆にいいやつ感が出ないとか素直じゃなさそうとかって思われるポイントって何かっていうと、自分の嫌な部分とかを隠そうとするときに素直じゃなさそうとかっていうふうに思われたりするんですよね。自分が学歴コンプレックスを持っているときとか自分のいる大学について話をするときに、自分の所属している大学を本当はここじゃなくて別のところが来たかったんですけど、でもここで私はみたいな表現をちょっと入れちゃうとか、はい、分かります、分かります。これって自分の中にあるコンプレックスというか消化できてないものがあるな、この人はっていうのがスッて伝わる言葉だったりするんですよ。確かに。そういう時にそれが全くなくなってフルフラットな状態になったら藤田さんになるみたいなイメージなんですけど、その一歩目としては自分ここつつかれたら嫌だなとかっていうことを自分から口に出して話をするようにしたらいいかもしれないなと思います。自分って本当こういうところがダメなんですけどって自分で言葉にして言っちゃう、それを言っていくと最初多分すっごい嫌なんですけど、自分で言葉にしていくようになると自分でもそれをこう受け入れていけるようになるんで、それが習慣化していくとだんだんよどみのあるコミュニケーションではなくて、フラットな等身大なコミュニケーションを取れるようになっていくんじゃないかなと思います。確かに。サイバーエージェントに入りたい方を見てくださってると思うんですけど、こういうポイントに気をつけて就職活動を進めたであったりとか、面接の時にこういうところに気をつけたみたいなところがあったら教えていただきたいです。グループディスカッションとかでもいいですかね？サイバーグループディスカッションなんか3回ぐらいありますよね。そうですね、結構グループディスカッションは避けては通れない道だと思うんですけれども、僕がその中で一番意識していたことで言うと、人の意見を否定したくなることって結構あるかなと思うんですけど、嫌味のない言い方と言いますか、あそれめっちゃいいな、でもここ こういう案もあるけどどうみたいな感じで聞くのは結構意識してて、尖った表現を使わないみたいなところは気にかけていたポイントかなと思うので、興味のある方は真似していただければ嬉しいです。逆にあの1対1の面接および集団面接で気をつけてたこととかってありますか？キャッチな言葉を使うっていうのは結構重要かなと思ってて、結構皆さん同じようなこと言われる就活生の方が多いからこそ、普通のことでも目標達成に向けてそのがむしゃらに努力するとか、そういうがむしゃらとかつけるだけでも、まあ、ちょっと一味違った印象になるのかなとかは思ってたので、そういったところは意識してたポイントかなと思います。確かに難しいカタカナとか僕使っちゃうタイプなんですけど絶対使わない方がいいなっていう、これが落ちた人と受かった人の違いだろうなっていうふうに思いますということで、今回の藤田さんの面接、少しでもあの皆さんの参考になったら嬉しいです。で、岡本さんの SNS、YouTube チャンネルは下の概要欄に貼ってあるので、よかったら覗いてみてください。ということで、本日は皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で、自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。